皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活でーす。えー、週末で晴れてますから、多分、クリスマスケーキ検証の終盤、皆さん頑張ってると思います。えー、これ、クリスマスカードです。<laughs> 早いですね、1ヶ月。えー、後半はですね、えー、まあ、この、ダラダラと1ヶ月やってるような検証は、 あの、なかなか当たりづらいんですね。もう大体商品が、商品が、あの、山崎の午号のクリスマスケーキなんですよ。ちょっとこれ、おざむの方は何が、この、おざむ参考成果が何があの来るかわからないんですけれども、まあ、おそらくこれ山崎なんじゃないかなと。なんかちょっと前のやつのがきのデザインはちょっと違ってったんだけど、 今年はもうこれ山崎なんじゃないのっていうような感じで何せ当たったことがないのでまあこれをしやすいって思う方もすごい多いと思いますよだから当たりにくいんじゃないかと私は思ってるんですけどまず参考成果のお菓子が300円税込みなのでものすごくね応募しやすくてで、おざむの場合はすごく参考成果の あの、この商品のバリエーションもあって、料金が安いんですよ、代金が。で、もう気持ちよく300円。 2, 2袋ぐらい買えば300円いったりとかですね。まあ、0円で売ってるやつ3袋とか、そんな感じでですね、超えることができるんですね。で商品のバリエーションもあって。まあ、安くてお手頃で気持ちよく300円超える。そしてかつ、え、ウェブで応募ができるってなったら、これ相当なんかこっちの倍率は高いと思います。でお小沢の場合はこれと並行して、あのー、まあ、ブログの方にも書いてある、書いたんですけれども、 あの、バーコードの方の、あっちの方が当たるんですね。私は今まであちらのバーコードの方で当ててるのでですね。あの、そっちの方が難易度は低いですね。私お菓子食べないから、こっちで、あの、いっぱい応募することができないっていうのと、いろんなあの、スーパーの、えー クリスマスケーキ検証やってるので、一つの店集中してとかっていう感じじゃないので、結構ね、きついんですよね。ダイエー当てるためとか。まあ、ダイエーなんか全然いけてないから、ちょっと、うーん、どうよって思うところはあるんですけど、まあ、でも、とりあえず20枚ぐらいはちょっと出そうかなっていう感じでございます。20枚ぐらい。まだ後半で、えー 10今,今何日ちょっと影でみんな18とか18とかなんであと12日ぐらいあるので、まあ、この中で、まあ、徐々にこの、えー、20日までのものとか、まあ、トップパルケとかが19日とかがどんどんあの20日あたりで切れるやつとかがあったら代役に集中できる。 タイミングになってくるんで、ただ、私の理論からすると、クリスマスケーキ検証っていうのは、前半に応募した方が、スタートダッシュの方が当たりやすいと思っているので、ちょっとね、あの、後半にしかこう力を入れられない。まあ、例年それで、あの、まあ、3年連続、外れてるでまあ、ダイエの場合は2年前からトライして、やっぱ集中できるのがダイエってね、あの、 後半になるんですよ。それが範囲かもしれないっていう、今年がもしその20ぐらい出しても、ちょっと引っかからなかったらそれかなっていうのが、今のところ、あの、予想される感じですね。だから最初の方はやはりですね、稲毛屋が始め、始まってて、で、その後、東急が来るので、で、私は東急の方はなんとか、 東京はこれなんだけど、東京の A 賞を当てるためには、結構あの、結構頑張らなきゃいけないんですね。結構、東京の。まあ、B のこっちの高木の方は、そうあ、全然なんか、あの、まあ、当ててもなーっていうところはあるんで、全く応募してないわけじゃないですけれども、もう10対1ぐらいの比率でしか応募しておりません、今回。で、東京は基本的に毎日行こうというのを目標に掲げましたが、 毎日はいけてなくて、ただ、一回行った時に3枚、4枚とか、あの、レシート作れたりとかもしてるので、感情無用だったら、それでも当たるんではないかと思っております。30枚とか、まあ、結構多くは出せる感じなので、行った時に理想的に欲しいものがあったりとか、あとは結構無駄買いとかで、最後まで あの、まあ、最後の1日前ぐらいまで,で、ね、粘っていたんですけど、ただちょっと整理するのがなかなかちょっと時間がなくて、もしかして応募するの忘れたレシートが出てくるかもしれません。本日、えー、当日締め切りで、もう15日のレシート有効、えー、締め切り有効も本日で、おそらく Web も今日の えー、23時59分でもう終了で等級が終わるっていう、そんな感じになります。はい。で、ここからレシートが出てきたら、ちょっとそれを応募するのはれたみたいな。やってると結構ね、大が追いついていかない。買いに行くので体力使って生活してるんで,で、なかなかね、応募するところで気が乗らない。私は結構その、買ってレシート作ってると、 気がまあ、一番楽しかっっったりあのなんかこうやててるなな感じなんで帰ってきてレシートの山でそこからの処理とかをするのがちょっと疲れちゃったりとかします。特に、あの、一つのレシートで、あの、他の検証とか、あの、応募してる場合とか、脳で考えなきゃいけない分、ちょっと疲れちゃったりとかします。実際に一つのレシートで、まあ、まあ、最高10回 10種類の検証を応募しされた方、つわものがいらっしゃるんですけれども、私はね、そこまで考えると、ちょっともう、脳が大変になっちゃって、最高で多分8種類の検証を応募して、って感じで、もう結果をね、いつも、あの、ちゃんと照らし合わせるところまでちょっとできてない。そこがちょっとね、やっぱり、いろんな検証に応募しま、 くしまくってるってほどでもないとは思うんだけど、してる分ですね、生活があるんで、あと体力がこう減少していく、こう、昨年よりも、どんどんなんか体力が減少してきて、でもなんか、あの、こう、知識が増えていく分、あ、こうしたら、あしたらとか、なんかこう、思う分、パフォーマンスよく動けなかったりとか、してるのがちょっと難かしかったりとかする感じですね。で、 えー、まあ、なので、あえて、そんなにいっぱいいろんな検証を絡めないでもう、これって集中したら、まあ、今回のクリスマスケーキ検証みたいな感じでこう集中してたら、それに集中しようかなと思って。で、カルビー大収穫祭とか、あと、青オとかキューピーとかが、まあ、そのもう、10月の、まあ、クリスマスケーキ検証が10月ぐらいから始まってるんで、並行して始まってるわけですよ。 で、カルビーとかなんかは毎週毎週応募しなければいけないと。で、結構ポイントを、私はポイントを貼っての応募の方法の方をメインにやってますんで、あの、もう、最終までの予測を立てて今年は、あの、まあ、貼ってポイントでやってました。なので、ちょっと予想が外れると、ちょっと、 で、あの、なかなか軌道修正が大変だったりとかしますけれども、今もうカルビー大収穫祭は12月の最後の締め切りですね。最終締め切りになります。ここがですね、何口で当たるかっていうのは、ちょっと予想可能なんですね。で、あの、まあ、まあ、100ぐらいで多分当たるとは思うんですけれど、普通は。 普通の人は100とか150とか、それくらいで当たると思うんです。あの、当たってない方はね。でも、当たり続けているものは、もっと厳しいと思うんですね。若干の、感情模様にしても、若干のあれはあると思うので、弾きはあると思うので、結構、 私なんかは毎週ずっと連続当選してて、まあ、今回も18日当選分も当たってはいるんです。ただまだ受け取っていないっていうだけなんですね。なので、ちょっと最終はどうするか。ちょっと、まあ、今予想では、おそらく最終の150ぐらいではいけるんじゃないかと思ったけど、途中で 初回2回ぐらいの段階で150で出したけど当たんなかったっていう方がいたので、ちょっとその辺ちょっとね、えー、びっくりしたりしております。はい。それでですね、まあちょっと、えー、まあ、あの、クリスマスケーキ、私もまだ中盤で現場でやってるものとしてはですね、なかなかちょっと土曜日日曜日とかは、 えー、まあ、ここで、どれだけいけるかぐらい、平日なかなか難しいんで、ちょっと土日とかに、ちょっと、頑張れればなと思ってはいるんですが、えーとですね、今、ヤオコが、最新のブログで私が紹介してるのが、ヤオコで、これ勝手にね、広告入ってるね、これね。私が入れてるわけじゃないんだよ、なんか。 もうね、自分で頑張って、広告関連のやつ、なんかピックとかいうのをやっても、めんどくさいくなっちゃって、なんかそんなすごいさ、なんかあの、それをで買ってくれるまでの、ね、あれとかじゃなくて、これ,これ勝手に入ってんだよ、広告が。無料お試しセットドムホールニンク、ババアだからドムホールニンクが入ってんのかな。一応あの、トップパルケは毎日毎日あの、選定しようかなと思って、で、一応ヤオコの方がですね、森永 乳業、明治、島田屋、雪めぐ、こちらが今、えー、まあ中間期の、まあ、ま、例年よりもちょっと期間が長いような気がするので、若干そのまま、これは当たりやすいですっていうのが、ちょっと、どうかなとは思うけれども、でも、あのー、まあ普通に東急とか、 えー、こういうおざむとかの300円とかのやつよりは金額同じ金額で、えー、コスパよく当たるヤオコの方の、えー、この土壇期の検証ぜひ、えー、でヤオコの方はですね、えー、こチラシが土日あどでちょっとごめんなさい土日じゃなくて、えー、水曜日と土曜日にあの漬けのチラシがにあの掲載される感じ まあこれ、あの、ウェブのチラシからですね、あの、私はコピー、コピーっていうかスクショして、あの、やってるだけなんですけれども、え、こんな感じでですね、告知、声読めないかったら、こう、ちょっと、こうやって、あの、大きくしていただければ、え、見ていただければですね。で、自分で、あの、ハガキで書いて、レシート貼って。ただ当たるケーキは、山崎5号の、え、ヤオコオリジナルのこのケーキになりますね。 美味しいかまずいかって言ったら山崎です。もうびっくりするくらい、あの、おざむで当たる山崎も、まマ,マートでああの当たる山崎も、本当に味が同じ。クリームも全く味が同じ。ブレずに山崎。だから、あの、正直、あの、山子、八尾は昨年は5個当たりましたけど、全く同じ山崎。で、おざの山崎2個。 で、マミーマートの山崎さんもう結構大変でした。なので、今年はもうちょっと山崎卒業と。で、同じ山崎で、あの、まあ、昨年当てられなかったっていうか、あの、参加すらできなかったトップバルケ。そっちの方をちょっとあの、悔しいんで、ちょっと行こうかなと思っております。で、あとは東急で安定に A 賞を当てて、で、あとはこの、 まあ、ダイエーのやつもですね、ちょっと、それ欲しいかって言われたら、うーんまあこれ、普通に売ってるんで、そこまですごいなんか欲しいっていう感じよりも、ダイエー当てたいよねっていう、そんな感じですね。まあ、あの、ただ、やっぱり、ゴテゴテになってしまうので、後半メインに勝負する感じになってくるので、まあ一応、ちょろちょろっとは応募してるけれども、 やっぱ集中はできていないところですね。うん。まあ、だ、だからあの、ダイエー集中的にもう最初からブレずにずっとダイエーって言ってやってる人の方が全然強いと思います。はい。そして、トップパルケーなんですけれども、まあ頑張ってますよ。まあ頑張ってるけど、近いスーパーではないので、あの、まあ、行って、まあ、数を応募しようかなと思って、 でって感じですね。まあ数を応募するためにはですね、これ現場に行って、あの、現場に行ってからその応募用紙がありまして、この応募用紙ね、こ,このせ置いてある応募用紙に書き込んで貼って、その、この、まあこれは人大事のあの応募箱なんですけど、応募箱に入れなければいけないと。え、それでね、もうなかなかあの、こう駐車場も時間決まってたりとか、あと、 店によっては、駐車場がなかったりとかするんで、もうあの、最初から、ちょっとあの、は、この応募用紙をいただいてきて、家で書いて、でも23日か24日かっていうので、まあ、23と24日だったら、じゃあどっちが当たりやすいかって言いましたら、まあ、23日の本が他の、 まあ通常だったらね、23と24日だったら23の方を狙うべきなんだけど、今年の場合は他社がですね、23日なんですよ。ヤオコとか。例年24日のマミーマートも23日なんですね。で、 えー、24日のケーキの引き換えのところが少ないので、24日の方が人気なんじゃないかなと。クリスマスケーキ検証をやっている方って、大体他社の他の、えー、店のクリスマスケーキ検証も応募している方が多いんですよ。なので、23日分のケーキは確保。ケーキっていうのはね、あのー、その当日、翌日ぐらいまでしか、あの、賞味期限がないので、 で、保管とか保存とか冷蔵庫とかに入れなきゃいけない関係上、かなりかさばるので、やっぱ同日にですね、あの、欲しくないわけですよ。二日だったら分けて欲しいっていう心理がありますので、23日ヤオコとかマミーマッートとかが23日だったりとかすると、そちらで23日を当てるから、24日の方が希望だよって言って、24日の方が人気が高いと思われるので、 え、っていう感じですね。24日のが多分人気なんじゃないかなと、えー、予測してますいや。単純に店に来る、来てトップバルケのこの検証しかやらない。あんまケーマーではないけど、店にこうやって告知もしております。えー、こうやってクリスマスケーキのね、応募箱があります、みたいな感じの え、ものであれば、地元の普通のお客さんが応募したりしますから、その人たちも、じゃあ23と24日だったらどっちがって言って、日本はクリスマスはなんかじゃないけど、24日にですね、クリスマスは盛り上がる傾向があるんですね。なんか、え、なんか正確には25日がクリスマスなんだけど、24日に盛り上がる、イブに盛り上がるっていうね、なんかちょっとわかんない感じなんですね。はい。で、まあ、 なので、まあ、これストップパルケしかやらない人は23日を狙った方が当たりやすいあ。お金かけないで当たりやすいんじゃないかと予測。この予想するかしないかで、あの、お金のかけなくても楽に当たったりとかするので、まあ、金かける人は両方とも出して出して、あの、出しまくれば、あの、何かに引っかかる感じ。 で、あのー、重複、云々とかっていうのは、その店、その検証、その、あのー、状況にもよるんで、応募の、あのまあ、全く応募してない日にちとかがあるとか、そういうわけではないと思うので、同じ日にちで、 同じ人がっていうのはなかなか難しいとは思うんですけれども、実際今までの私的に、あの、東急で2個同じ日とか、まあ、下手すると、あのー、A、B で同じ店舗でその人が当たるっていうこともあるので、まあ、基本的には感情無用なのが検証っていう感じですね。で、年々変わってくるっていうのも検証の特徴であるので、あの、こうだからこうだっていう確定で、 話されてもっていうところは正直ございます。あの、まあ、青旗で言いますと今までは世帯一つなんていうね、規約はなかったんですよ。応募の倍率とかがやっぱり高くなってくると企業的にもですね、あの、やっぱり皆さんに当ててほしいみたいな感じになってくるので、えー、今まで普通に当たりは当たりみたいな感じでやってたのが、同じ人は当たらないから、一、えー、世帯一つみたいな感じにどんどんなんかあの、 なってくるわけですよ。だから今まで、えー、まあ、13企業に13枚ぐらい出してて、3個当たってたのが、徐々に徐々にこう、締め出しを食らってくるっていう、そんな感じでございます。はい。そして、まあ、トップパルキは19日までなので、日曜日まで、えー、店内に行って、えー、応募できます。ねえ、まあ、ポイントとしてはやっぱり、この紙をもらってきて、1回はね、まあ、行ってみて、 ま、その場でね、何枚か書いて応募する、して書いてくるのもあるんだけど、やっぱりあの、あの、もらってきて、記入して、あの、レシートを作って、その場で、あの、レシート貼るだけで書いてくる方が全然楽なので、あの、自分の、あの、まあ、他のお店、神代寺以外はなんかちっちゃいなんかあの、 なんか、養子みたいなので、あれ結構ね、ある程度のね、お年頃の人はね、書くの大変だと思うんですね。でっかいやつの方が楽だと思うんだよね。うんで、まあ、このクリスマスケーキ検証、えー、こう、現場に行って、帰ってきて、応募して、生活をしてっていうので、なかなかね、一日の、えー、過ごすスピードが速くて、 ちょっと、目まぐるしいでございます。はい。そして、うーん、あと、こう、自分のブログも私もアメブログやめちゃったんだよな、更新するのがめんどくさくて。ただ、いや、更新してるやんけ、お前って思うかもしれないんですけど、それはね、単純にトップパーケットダイエーを、あの、宣伝しまくってるだけでございます。それはもう、あの、コピーペで同じやつでもう、あの、別にもう、読む人が不運兵、それあっそう、みたいな感じで、 えー、思うぐらいな感じで、えー、やっております。で、えっとですね、ちょっと、雨風呂見ると、いちいちなんかあの、順位のあれが出てくるから、ちょっとある、これなんとか、嫌だな、こういうのね、なんか競わせてさ、すごいなんかあの、時間を奪うっていう。うーん、そういうのはもったいないね、時間がね。で、あと、あるとしたら、3話。3話はもうね、3スターなので、 ケーキが、まあ、なかなかしょぼいので、で、500円ハードルになったんですよ。今まで300円だったのが。なので、ここはですね、ちょっと、そらく応募する方が減ってるんじゃないかなと思います。まあ、本当に近所にあって、さんわがあって、よく行って、まあ、そのケーマーの方が応募してっていう、基本的な流れだと思いますよ。 あの、もう、グツにこう攻めに行くケーマーの人は、3話外すんじゃないでしょうかね。ケーキ的にも4号で、魅力的なケーキではなく、かかるコストは高く、3スターを500円買わなきゃいけない。まあ、それでもですよ、1年間の使う消費の3スターを3話のクリスマスケーキに当ててる方もいるとは思いますが、ちょっと、 ちょと、難易度的には、1店舗1つぐらいの3話のサンスターの枠をですね、すごい頑張るよりは、もうちょっと楽に当たる方が私はいいんじゃないかと。で、サンスターはサンスターで、えー、なんか、ちょっと面白い系の検証とかもやってますんで、うん私はあの3スターと3話のサンスターは、ちょっとあの、 まあ、並行してはちょっときついんじゃないかなと。ちょっとハガキが今すぐにないから、あまあ私あれに力入れてないんで、もうちょっともう3話の3スターはあって、今年力を私的には入れたのを入れてるのはですね、まあ終わったやつ。稲毛は割と、まあ頑張りました。5店舗ぐらい行って、あの結構5店舗って言ってもね、2000円ハードルとか多かったんで、 あと、おせちとかもやったりとかした、ちょろっとだけだけど、やったりとかしたんで、結構、やおこ、やおこじゃなくて、最初の稲毛屋で結構なんかもいっぱいいっぱいだったところはあります。そして、あの、東急のこちらの A 賞頑張って、まあ、これで A 賞もし外したとしたら、もう毎年当たってる人は、 っていう感じが、作用するのには、でもなんか、それは東京はないよな、って今までずっと東京当たり続けてきてるんで、何年もうん。で、東急自体が、まあ、店近いんで、近隣のっていう枠の中にも入ってるので、今年も当たるんじゃないかなと思ってます。はい。で、今年難易度の高いですね、こちらの、ね、モンブランタルト。 えー、昨年外したので、その前当たってるんですけど、昨年外したので、ちょっと今年これに、あの、復活しようかなと思って、これ頑張ってます。え、あとは、えー、まあ、やお、まあ、いなきやの名字。えー、珍しく動画を日本に分けたいと思います。<laughs> えー、先ほどですね、中途半端に終わったのは、荷物が来て、それを受けて、 ちょっとね、なんかあの、今の荷物って、なんか、名前確認してるんですよ。それ結構でかい声でさ、あの、名前確認とかで、ちょっとそういうのもちょっと嫌だから、私基本的に一発撮りなんで、編集とかするのめんどくせえなっていうので、ちょっと、いなケアの話をしてるときに、えー、インターホンが鳴って、その、鳴ったところぐらいまでぶたいてしまったので、えー、後半、<う>後半に、 えー、なります。で、本日ですね、カルビ大収穫祭届きましたので、え、こちらが今、えー、11月18日、えー、これ第何回第6回当選ですね。第6回当選当たっております。はい、よかったです。これで66。やっぱりなんか、あの、最初の予想と同じくですね、あの、予想立てたのと、うーん、なんかこう、 あれがピタッと来てですね。うーん。やっぱり第1回、2回はちょっと難易度高く、まあ、4、5回とかは、え、今回何回 ?6 回って言ったよね。4、5、6ぐらいが、まあ穴かなと。まあ出したら出しただけ当たるっていうモードに入ってくるんだなと。そしてまた後半になってくると、こう徐々に徐々に詰められていくんだなと。で私、最終締め切りは、やっぱ 取らなきゃいけない。このフラグを取らなきゃいけないから、ちょっと、うーん、ちょっと、マしマしで最後回収行くかな、みたいな、そんな。まあ一応もう予想を立てて、出す分は出してはいるんだけど、ちょっともうちょっと強化しとくかな、って、そんな感じですね。まあ、納期にあと、まだハガキがございましてですね。うん。<laughs> いや、基本的にはもう全部10周分のハガキをもう作って、もう出してっていう感じなんですよ、もう。うん。で、今調整して持ってるのが、えー、これですね。この辺、ここ,こ何でれいくかとか、もうちょっとこれ3剥がして、フルグラでいくかとかっていう、そういう感じですね。最終的に、まあ、この12月2日までなんで、もうちょっといじっ 期間があるんでっていう感じですね。ちょっといきなりカルビーの話になっちゃったけれども、え、これ去年の2022だな、これ。これ2022の時のハガきだな、これ。2022の時のハガきで、これがなんかちょっと、ちょっと違和感。え、ちょっと待ってみる。2022で、ここが 2023? これ2023だな。だから昨年でも、あのー、多分、 もう昨年で最終とかはもう応募してもちっていうので繰り越すためにもあれしたんだよね昨年はなんかこんなハガキでございました今年はもうこの部分が、えー、もう結構あのシンプルになってここの部分出せなくなったんで応募の点数がですね ちょっとあの、低くなってるんじゃないかっていうのを予想したんだけど、え結局、結局、ここの部分、こっち、こっちの部分の、ここの部分に、まあ、こう、特定のものを貼って、あの口数出すみたいな感じにすれば、何も変わらない。 ただもう、あの、いっぱい貼れなくなってる分、ここのマス目が少なくなってる分、よりフルグラを食べていかなければ、ちょっときついかなって。で、カルビ総選挙とかなんかは、10点で一口とかになってくるんで、3ポイントで応募でって言ったら結構大変な感じなんじゃないかなと。まあ、そう、あの、総選挙全然よくわかってなかったんで、あの、まあ、い ここだけスコンと当たったっていう、そんな感じなんですけど、ここら辺の要項はすごいなんか見えにくくなってるね。スケジュール的には。でも、いつもの最終締め切りとかも、この抽選スケジュールとかもですね、昨年の持ってるとね、なかなかこう分かりやすいですね。昨年り読みやすい、昨年の方が。ちょっと、こっちもキつきつに書いてある。まあ、応募のいろんな あの、パターンがあるから、ハガキ応募、アプリ応募っていうのがあるから、そこの横とか、あの、えー、が書いてある分、ちょっと、えー、むず、あの、ここ、こがキツキツになってるっていう、そんな感じですね。おおむね同じですよ。あの、第1回締め切りが、あの、日にち、暦の関係って、1日ずれてるとか、そんな感じですね。最終が12月2日です。今年は2日。昨年のは、12月3日が、 最終になってるっていう感じなので、研修はね、本当にあの、巡ってくるんで、まあ、あのー、昨年、こう悔しいなと思ったやつは、次の年に取ればいいだけなんで、こうよく残しておくと、あのー、この1年ですね、ザこうしたらどうかっていうのを考えて、それをあのー、実践すればいいだけなんで、あのー、まあ、ぜひ、まあこう、カルビのジャガイモそんな連続当選とか狙ってない人はですね、 最終とかにわざわざ行くよりは、もう次の時の、ここら辺の、あのー、C5、6ぐらいを狙った方が私はいいと思います。1、2、3よりも C5、6の方が楽だと思います。今6回で、今日で、えー、感じましたのが、えー、この C5、6の方が楽かなって。前半の1、1にはちょっと、まあ、 そんな感じですね。この辺ですね。まあ。ここからちょっときつくなってくると思います。ので、きつくなってくるイコール、ポイントを、あの、多く貼らなければいけない。口数を増やしていかなきゃいけない。そんな感じです。まあ、いろんなね、情報がね、錯綜してきますよ。コメントとかでも、あの、1回で150で外れたって言えば、そんなのがあなた個人情報の書く、この住所とか名前とかが間違って書いたんじゃないかって言って、 あの来る人もいればそれ自体信用できないって言ってくる人もいればもっと低いポイントで当たったって言ってくる人もいればそれを、まあ、いろんな情報の中で自分でこう,こうだなって思ってそれを実行してみて自分の成功体験は自分の体験でも 何にも変え難いものだと思います。私がどういう男とこうでさあでって手取り足取り言ったところで、それを信じて実行してくれるか否かっていうのはまた別の問題で、まあ、あの、別のこと言ってるこっちの人の方が信用しますよって言ってやる人も、それはそれで自由なんで、で、その違う異論を唱えてる人と戦う時間が私はもったいないので、まあ、もう我が道を行くみたいな感じで、 えー、はい。やっておる感じでございます。で、誰も多分ね、この YouTube でベラベラ1時間近くで、1時間以上、日によって1時間近く。これずーっと時間があって、ヒマピーでずーっと喋り、ストッパー聞かないで喋り続けさせようとしたら、おそらく何時間でもずーっとエンドレスに喋ることはできるんです。だいたいいつも夜中に、夜中に寝る前に、なんかあの、こう、 薬かなんか飲んでて、もう寝る極限までの状態で喋ってたりとかするんで、それがない状態の、あの、だったら結構いけちゃうんですよ。で、昼間の時間帯の冴えた段階でこう喋り続けると、こうやってあの、電話がかかってきたり、あの、こう荷物が来たり、あと子供が帰ってきたりとかね、なんだかんだで集中できないのよ。だからね、本当になんかこれ、大変よ、毎日やるのは。うん。 これで喋り続けられる人もなかなかいないと思う。この、だってコメントとか読んで、その広げながら喋るライブみたいなやつと、レンチカ嫌われもんだからさ、コメント来ないじゃん、あんまり。いや、自分で嫌われもんとか言うなよって。うーん、いろいろ、まあ。 どううなんだろう他の人の検証ライブみたいなとこ行ったことないからもっとすっごいの人がやってるライブとかコメントが滝のように流れますとか言われたらちょっとあれなんだけどさ、うん、まあ基本的にさ自分を持ってクリエイトでこうものをさこう何て言うのかなこう出していかなきゃいけない人を真似してさこうだあだってやっていって自分のカラーとか自分の。 個性がなくなるのが一番嫌なんで、うん、ない人は人。で、私は私。みたいな。で、自分のできることを最大限に。だ一番の私は思ってることは、その、えー、こう、今まで当たったことがない成功体験がない方がですね、あの、当てて喜んでくださる。そのためにちょっと頑張りますよ。尽力しますよ。自分がきつくなったとしてもです。だって自分が行くスーパーとか言っちゃってさ、 ここを狙えとかして言ってるんだから、ライバル増やして、何が楽しいねんって。いや、みんなで楽しいんでさ、いや、検証おそろですね、っていうのが楽しいから、やってるわけで。本当にね、マルエツとかなんかね、全然私当たんなくなっちゃって、いや、って思ったもん。でも、ジョーもね、私に言うことで、自分の枠、当たんなくなっちゃって、申し訳にって。で、ジョーの場合は、私に言って、 言ってるだけなのに、私がこうやって YouTube とかでベラベラ喋ると、どんどん被害で、被害拡大だよね。もう、未だになんかあの、コメントくださるっていうね、ところでもう、神のような人なんだなって。だから多分もう、検証とかっていうののバトンを多分もう渡したい方なんですよ。おそらくもう、欲しいものとかも、もう、こんなのもおいし、もう、 費用、費用対効果って言な,なんか、うん、っていう感じなんじゃないかなと思うんだよ、ね、私も,もバトン渡したく仕方ないんですよ。あの、当たって成功体験で、うわーってって喜んでる人、うん、が、ただ、ちょっと、 タワーとか、そういうのとは、やっぱり戦っていかなければいけないので、戦うって何が戦うんだよって、だから、自分の得意分野のところでタワー作って、同じように、タワーとか言ってくだらねえことをするっていうところですね。うん。でもクリスマスケーキタワーは、マジ苦しむだけだから、辛いだけだから、全然お勧めできないので、やっぱり23日、24日、まあ、楽に当て、 なれる方法をですね、ちょっと伝授するっていう感じで。で記事にもクリスマスケーキのことばっかり書いてるんで、もう飽き飽きだよ。他の検証もやりてえんだよって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱ専門性に特化した方が面白いんじゃないかなって私は思うので、ちょっとですね。 あの、クリスマスケーキと、まあ、この時期はですね、クリスマスケーキと、カルビー大収穫祭との話をメインに、えー、ちょいちょい何かの質問みたいなものがあったら、ちょっとお答えしていくっていう感じで、どうせ一年やってる検証、あれなんで、で、私自体がもうこの検証って、の方にいっぱいいっぱいなんで、で、横からさ、なんか重複当選がうん,んだから,んったらとか言われちゃうとさ、もう、めんどくさってなっちゃってさ、で、実際私が重複当選を、なんか、 牽制して、その、一つのレシートにいろんなものをか、あの、絡ませてないとか、そういうわけじゃなくて、処理が追いつかない。もう、なんか、だ、なんかね、やっぱりね、これもあれもこれもあれもってやっていくと、やっぱミスも増えるし、応募するっていうところの、あの、気持ちとかもすごいなんか神経使うんで、なんかちょっと、 あの、めんどくせえな、みたいな。その、その重複回避のために策を講じるわけですよ。あの、住所とかを拠点を変えてみたりとか、名前を変えてみたりとか、電話番号を家電と携帯の番号で変えてみたりとか、えー、するわけですよ。そういう作戦をね、やるのやらなきゃいけないってところで、速度がやっぱり遅くなっちゃうんで、じゃあ 私の本線は何なのみたいな。じゃあ、一番今は何を当てたくてこう動いてるのっていうところで、まあ、クリスマスケーキ検証でしょみたいな感じで動いてるだけなので、まあ、例えば、今、三徳の、まあ、クリスマスケーキがあります。三徳って OCG グループ。トップパルケと同じでですね、OCG グループ。うん。 じゃないですか。そうすると、OCG グループで今、OCG のものを一品含む2000円、あのあ、複数のレシートで応募可能です、ウェブ可能ですっていうやつだったら、それに絡めて、この、明治の、えー、まあ、500円、買わなきゃいけません。に、プラスアルファ一品、OCG グループの何かを買えば、えー、まあ、とりあえず、 応募できるじゃんみたいな感じでさ、なるんだけど、それも絡めたり、あれも絡めたりとかしてると、頭が追いついていかないから、もう、今、こう、この現場に行って、応募して、こう、こうやって YouTube で言ってっていうので、もいっぱいいっぱいな感じですよ。で、だからブログまで書いたらもう、もう手いっぱいな、そんな感じなんですよ。だから、やってないぐらいな感じですね。まあ、この三匹ので、OCG を狙うのは、ちょっとね、 あの、大変だと思いますよ。だってもう、明治の買わなきゃいけないから。ま、あでも、三徳も、いろいろありまして、栗原はるみさんのやつ、えー、2個、含むとか、あとは、なんか、カゴメのやつとか、他の検証とかもあって、特に栗原はるみさんのやつとかは、ウェブで応募できて、かつ1000円なので、あの、一品ですね、あの、OCG グループの、えー、ものを買って、1000円で、って言ったら、より、 応募しやすいと思う。三徳の場合だったら、まあ、この明治のクリスマスケーキ500円、プラス OCG。で、そして、えー、この SB の、この栗原晴美さんのもの、プラス OCG で1500円で、あの、行く。そして、プラス、あの、こちらの、カゴメのやつにも OCG で500円で、これでも2000円行くのって、あっちのなんか商品券。まあ、大体当たるとしたらダブルチャンスかなんかの1000円がスコって返ってくるみたいな。だから2000円の原資を かけてえーまあ、4種類の栗原はるみさん、こちらのあの、カゴメの、えー、フレッシュネスバーガー,んー食べたことないんだけど、フレッシュネスバーガー、クリスマスケーキ3種類と OCG4 個、えー、2000円で応募できて、まあ1000円は回収できて、クリスマスケーキは当たるでしょうと。で、こちらはなかなかこの、えー、フレッシュネスバーガーの検証はなかなか難しい。 え、どうしたかと言うと、20名様だから。これだったら、外れのダブルチャンスのカゴメの詰め合わせの方が確率あるんじゃないかなと。もうこれ20名なんで、で期間が長いんで、これ2ヶ月ぐらいやってるんで、これなかなか難しいですよ、これ。だからもう、この当たると思わないで、その、隙目を目に使う感じの方がいい、よろしいかなと。もうこれだったら、まだこっちの栗原はる美さんの方が、まあこれも、 3名、7名、10名だから、これ見て、やはり失う方の方が多いと思いますよ。うん。で、今回のクリスマスケーキ検証は、11月1日から12月3日までロングスパンなので、あそし、それで、しかも、えー、なんか、抽選で30名様、両日で30名だよ。15名、15名ですよ。3得の店舗数考えたら、この15名の中に、入るなみたいな感じ。ただ、告知が非常に薄い。 から、ちょっとやっても面白いんじゃないかなと。で、私自体が、まあ、近場に三徳があるから、まあまあ、ただね、ブルガリアヨーグルト縛りは,はっきり言ってね、辛いですね。辛い。で、レシート的にはですね、もう <laughs>、私がよく行く三徳には、おそらくこれ、もう、あの、売り切れまくりですよ。もう入荷すると私がこれ買うから。JAL のビーフコンソメ。 これと、<laughs> だお菓子嫌だ。お菓子は嫌です。乳製品も嫌です。なったら、もうこれしかないもう。でも私、JAL 派なんでね。あの飛行機は JAL 派なんで、もうもう、上々配信になっても JAL、JAL 派なんで、ずっと、JAL、JAL。 ジャルなんです。工藤さんがジあの、ゼニックとか、ハニューズルがゼニックと、う絵でも私は、あれなんです。あの、ハニューズルが離婚したとかって、その理由がちょっと、みたいな。なんか、あの、奥さんがバイオリニストとかって言って、あ、みたいな。いや、でもさ、離婚の理由がさ、切なすぎてなんかもう、やばいね。いや、もう、福山正春の代わりに、ハニューズルみたいな感じで、スコーンとさ、 なっちゃってんじゃないのって、福山雅治って55歳ぐらいじゃん。ハニューズル28歳。ハニュー、ゆるるるになってるけど、ハニューズルが28歳でしょ。そしたら福山雅治の代わりをハニューズルにやらせてんのみたいな。25歳若い。だババアたちが追っかけてる、あの、あれが、福山雅治から、もう福山もう50歳超えて、子供もいて、なってきたら、あ結婚して、子供もいて、みたいになってきたら、どんどんなんかこう、50歳になって、結婚して、 子供がいて、どんどんモチベーション下がっていって、顔も似てそうな、似てるイケメンの、ハニウズルの方にクッとシェフとして、ババアが、追っかけばってんだろうね、きっとね。ほら、マジに。やばいよ、本当に。いや、ババアっていうのはね、常に、まあ、ジじジもババアもそうなんだけど、自分の年齢言っててシワシワになってたとしても、自分と同じ年齢のシワシワと、あの、結婚しようと思ってないから、追っかけないから。常に若いイケメン追っかけんのよ。 で、下手に経済力があるから、追っかけられちゃうのよ。あと、暇もね、持てや、暇もあるから。うん、じじじじいも、だいたい50とか60くらいのじじいとかって、お金と時間がゆず聞いたりとかするから、もうそうするとやっぱり、あの、若いお姉ちゃん、20代のお姉ちゃん、じじいなんかもっとえぐいよね。もっと2何歳のさ、20代前半ぐらいのさ、お姉ちゃんを追っかけるわけでしょで、あのー、 ハニゅうは一応20代後半なんで、バカのがまだいいんじゃないのって、あと、ほら、嵐とかさ、嵐の30代とか、30代後半さすがにスマップが追っかける。いやでもわかんないな、ババ,バアが、ジャニーズ、20代の若いジャニーズを追っかけてるだから、まあ同じようなもんだよね。な、常に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 、経済力さえあれば、若いの、影の20歳下の、 そんなのありえねえって思ってるかもしんないけど、今ね、まだ30にも行ってない人が20歳したって言ったら、子供やんって小学生やんみたいになっちゃうけど、年齢を重ねたババアは、本当に20歳したとかのね、もうそれ子供でしょみたいな、行くからね。うん。歳にしくんだよ、ババアもちじいも。子供でしょみたいなの。追っかけんのよ、もう本当に。それ年に行けば行くほどやばくなるから。だから、 でも自分がちょうど30とか過ぎたりとかした時に、婚活とか婚活でやってたわけではないけれども、やっぱ声がすごいかかるのは55ぐらいの、20歳以上年上のじじいから声かかるのよ。なーにこれって。まあ、それでもまあ、30ぐらいのやつに声をかける55のじじいみたいな感じぐらいで、まあまあ、良識的よ。28歳ぐらいのハニューゼロかけてる50代のババアぐらいな感じの、 あれなんだけど、でも、いや、それをなんか離、ね、婚まで追い込むってうのはね、切ないね。まあでも、あの、マスコミとかのあの報道っていうのは、うん、何が本当で何が嘘なのかもわかんないからさ、本当の真意っていうのはわかんないですよ。うん。なんか、ハニズルもさ、国内じゃなくて、でもそんなこと言ったらさ、いい人がみんな外国に行っちゃうみたいな感じになっちゃうよね。 うん、あの、コムットマコさんはみたいな感じで、もう日本で暮らしてられないから、あのマスコミとかの対策で、まあちらでどんな生活をしてるのかわからないけれども、あれ、向こうに行って生活をしてっていうところからだいぶ、あの、聞かなくなってきたからね。うーん。ねまた子供がとかしてなってきたらまた騒ぎになったりとかするのかなと思うと、ちょっと、あの、 なっって思った自分たちが嫌いで別れるんだったらいいけどさ、もういろんななんかの事情でそうよう余計なところで別れさせられるっていうのはちょっと納得はいかないね、うん。で、検証の話に戻らなければいけない。これ横の話もね。で、三徳の場合は私これを買うんだけど、これと、まあ、ブルカリアヨーグルトの、うーん、なんか、ちっこいやつ買うと、まあ、理想的なものがっていう感じですね。 ねえ、まあ、これ、ちょっと今回は、期間が長いから、ちょっとどうなのっていうところは、あります。あの、あとね、ちょっと感じたのが、明治の商品が、すごい値上げなんか地味に値上げがあって、今までさ、いや、タケノコの里がやばかった。え、タケノコの里って、とか、キノコの山とかって、 150円ぐらいだったんじゃないいや、100円の時代は知りませんよ。さすがに私。でも。150円ぐらいで買えたんじゃない ?100 円ちょっとだったような気がする。150円ぐらいだと思ったのに、今250円ぐらいになってて、えやばくねみたいな。高すぎやしないみたいな。あと明治でクソ安いやつって何よみたいな感じで見たときに、軒並み150円になってんの今まで100円以下ぐらいだったお菓子とかが。いや、やばくないみたいな。 うん。ここなんかね、欲しくもないもの変わっている、この感覚。ね、明治も、あの、いろいろなま、ま、マミマート明治とか、ヤオコ明治とか、えー、いろいろあるとは思いますけれども、まあ、特に3とか商品数、品数が少ないので、難儀しますわ。うん。あって、まんま、あんまり、R1 とか確実にあって、ブルガリアヨーグルトがないってことはないんだけど、ブルガリアヨーグルト、チーズとかもね、置いてない。 うん、唯一アンパンマンのなんかき、あのち、ちっちゃいチーズぐらいしか置いてないな、そこの店は。やばいよ、マジに。だから、なんかそういうね、あの、悪条件の店は、ちょっと、挑むあれがあるかな、みたいな。だって他の人嫌じゃん、こんなの。追えないよ、こんなの。ブルガリアヨーグルト買え。あの、あの、置いてない、商品置いてない、みたいな。どうすんねん、みたいな。 うーん。で、チーズないんだよ。何これ本当ともうもう。何これやばいよ、みたいな。そう、やばいのを、そう、告知もね、薄いのよ。うん。まずね、熱い、ケーマーがいらっしゃるので、まあ、割と地味にご検証、ね、やる。 スーパーなんで、あんまやらないような小田急 X と違って、地面に検証をやる、やってるので、検証はぐきのコーナーとかもあるぐらいなんで、競馬の方ね、ついてるんですよ、ちゃんと。根付いてる感じなので、結構その一枠っていうのは、あそうう地元のその枠取られちゃう感じだと思いますね。あのー、結構根強い。もう、その競馬の方っていうのは、毎年この時期に、ね、ここ、この検証あるっていうの分かってるから、毎年取っていくのよ。 確実に。そこ、新規の方が、こう、ケーマーの方のところを、こう、チューとこう開いていく。そんな感じでございますね。その手、手助けをやってるわけで、ケーマーの方からすると、むっちゃうざいと思います、私。うん。言うなや、それって。思ってる、うん。でも自分が記事に書いて、あの、上位に行くのはいいのよ。私がやると、気に入らねえのよ。言うなや、みたいな。 なんか、<laughs> 包み隠さず言いまくりすぎるから。そういの分かってますよ。うん、で、エコスも、えー、クリスマスケーキがありまして、エコスは何回か言ってる通りに、私はですね、エコスの、あのー、なんていうのかな、地域、地元、まあ、そういう、あれがあると思います。もう、このエコスグループの本社のあたりに住んでいる方、秋島とか、 あっちの方の方が断然有利で強いと思います。24時間スーパーあるし、大きい店舗でいろんなものを扱いしておりまして、で、コース雪印メグミルクって雪印メグミルクの商品もすごく豊富に置いてあります。ハードルも低いです。だからもう,こう数を応募してる方、常に行く方、この方たちがおそらく、あの、取っていくんで、買っていくっていうか、あの、当たっていくんで、ちょっとあの、 遠征組はちょっと結果が伴わないかなって私は思います。一応エコスもブログで書いてて、あえて上に上げる必要ないかなと思って、まあ、えー、A と B がありまして、この、まあ B の方は数が多く、A の方がちょっと違うケーキでっていう感じなんだけど、おそらく、えー、こっちの A の方が、これ B は他の他社が、でもうエコスグループの近くにも、まあ、ミーマーとかあったりとか、 あとは、その、ヤオコーがあったりとかしますんで、他の他社がやっているこっちよりもこっちで当てたいって思う方のが多いので、こっちの方が難易度が高く、えー、狙うんだったらこっちの方が、えー、難易度が低いと思います。で、雪印メグミルクの方はですね、数応募はできますが、えー、まあ、 すごく商品数が多く、エコス自体が、まあリーズナブルな店で、でいろんなものを買いたついでに1個雪印めぐみるくみたいな感じで応募する方が多いので、本当にあの、えー、20枚以上応募して、これをつなく、あの、当てていく方が多いので、まあ難易度の高い、なかなか難しいんじゃないですかっていう感じですね。こちらのハインツの 方が人数が多くて山崎一択なので、まあ、これ商品がですね、ま、いろいろあって、まあ、ちょっとこれ、毎年恒例なので、もうバーコードをこれで貯めてる方とかが応募して、スコンってこっちの方がおそらく狙い目で、あの、当たってる方が多いと思います。はい。こっちでは、あ,あえて難しい難易度の高い生き印を見るか、応募しやすい、えー、方で、こっちを当てるよりも、範囲一のバーコードを 貯めてですね、特にケチャップとか170円ぐらいで売っててだとハンバーグヘルパーみたいなやつかなハイツ製のやつで、えー、バーコードでもうずっとこれ毎年恒例のやつなんで貯めてて応募みたいな感じで私はこのねあのケチャップがカゴメの濃厚リコピ,コーリコピンかデルモンテの、あのー、濃いやつ氷コ,コピンの方が好きなのでちょっと。 あの、参戦は1枚ぐらいしか出せないんで、まあ、ちょっと難しいでしょうみたいな。えー、そういう感じです。はい。あの、告知もものすごくあの、気合い入れてやってました。まあ、なんか、だからまあ無理でしょうと。で、えー、相鉄郎善、まだ全然いけてないんですけれども、相鉄郎善は単純に応募のハードルが高すぎて、えー、そんなに枚数20枚なんかやったらね、ちょっとやばいですよ。10万ぐらいかかりますから。 私まだ1枚すら応募できてない。で、これはね、えー、おせちとケーキだったら、どう考えてもケーキの方が当たりやすいです。150と660ですよ。それあのー、絶対こっち皆さん応募するに決まってるじゃないですか。なので、こっちの総鉄ロゼンのクリスマスケーキは、割と狙い目ですが、5000円買わなければいけないと。そのあたり、私はまだやってないから、あの、細かい、 詳細見てないですけれども、まあ、11月1日から11月30日までのレシートでウェブで応募できます。ウェブで応募できます。で、えー、まあ、箱でも応募できます。箱よりウェブの方が確実にダイレクトに、あの、主催に届くっていうことからですね、ウェブで応募した方が確実です。そして、ここ、税込み税抜きとかですね、何々を買ってとかっていうところをですね、あの、きちんと、 押さえてから応募しないと、押さがポンになりますから、その一撃が。で、あの、今、発射会で、ハーゲンダッツを買って4000円だっけな、とかっていう、なんかちょっと、なんかクソ難易度の高いやつが Web 応募でありますんで、そちらの方ですね、あのー、と引っ絡めて応募する方が多いので、まあ、相鉄路線枠で、あのー、まあ、 応募する方すごく多いと思いますんで、私はあえて k、k o s t o w 枠で出してみました。ハーゲンダッツ買ってみました。あ、な、お金か、出してさ、買ったの4個も買わなきゃいけないから、びっくりしたよ。えって、え,えこんな高いのハーゲンダッツみたいな。いや、マジに。いや、でも食べたら美味しかったよ、ハーゲンダッツ。やべえなと思って。で、ハーゲンダッツは、えー、なんか、ベルクで、ハーゲンダッツクイズみたいなやつ。 うん。なんか産地を当てるやつのやつとかもあったりとかするんで、まあ、いろんな検証をですね、常に情報を集めて応募すると、えー、いろんなものがこう当たってですね、面白いかもしれません。この一週間とか、まあ皆さん、あんまりこう当選品が来てないと思うんですけれども、まあそれはその前の段階の、えー、キャンペーンが少なかったからっていう感じで、これから、あの、10月からはものすごくあの、 検証が多いですからここから、えー、年末までは、わーっていろんな統制品も届き、応募するのも届けば楽しいんだけど、やっぱりなんかもう届くのが、やっぱなくなると、だんだん応募のモチベーションとかも下がってくるので、まあそういう時はですね、いろんな検証あの、ウェブで応募できるやつとか、えー、そういうやつに参加するのもよろしいと思います。えー、ちょうど今ですね、このお菓子クイズとかビスケットの日とか、 えー、あと 3D キャンペーンとか、あの、なんか、エコ太郎キャンペーンとか、そういうウェブで簡単にクイズで応募できるやつとかも、あの、ありますんで、まだ私ビスケットの日のね、はがきを見かけてないんですよ。見かけてないんですけれども、まあそういういろんな検証も絡めながらやるといいです。で、まあ、普段はもうこんなの当たるかよって思ってるようなやつ、も、ま、う、あ、おかめ納豆とかなんかで、ね、納豆みんな 食べるからさ、私は食べないから、あんまり食べないからさ、なかなかね、こんなのって思うけど、バーコード食べるのもすごい難儀するんですけれども、あのー、皆さんはもう一1日一1ックは朝飯で食うみたいな、そういう人がすごい多いので、おかめのね、検証はすごいな、納豆でも豆腐でもすごいなんか難易度が高いから、から普段の時はちょっと応募するのもめんどくせえなって、 えや、る意味あんのみたいな感じで思ってるかもしれないけれども、まあ、ついでに、はがき書いてるついでにですね、ちょっとちょろっとやってみるっていうのが実ったりとかもするんで、ぜひですね、えー、いろいろやってみるとよろしいかと思います。今回私、おっかめ納豆のやつ、普段、なんかもう、味が、納豆あんまり好きじゃなくても、結構ね、食えちゃう。こちらのあの、花かっぱ納豆。これね、小粒でね、納豆の味があんま薄くて、 なかなか美味しいんですこ、これ、こいつ、小粒で。それで、こっちの木綿は、本当に煮崩れしにくいから、なんかで、あの、で、濃さもあって、なんか、絹のデーってなっちゃうやつよりも、木綿でカチカチってなってるやつで、豆乳の味もあって、100円ぐらいで買えるんで、両方とも。これ、なかなかいいなと思って、普段食べてるものだったんで、今回、ちょっとこれ、ちょっと、応募の、 枚数とかか出せたからい,い,んじゃないかなとうんであとクリスマスケーキ検証は、まあ、エコスがあってダイエーがあってまあ投球が終わって <laughs> エコスダイエーが最後までであとサーマーサンスターも最後まで12月3日ぐらいまでが最後までやっててマミーマートも11月末までやってて トップバルケが19日までで、であと八百香がちょいちょいと、えー、20日台に終わるやつ今日で終わるやつとか20日ぐらいでちょいちょい終われたりとかこのモンブランタルトとかも22日とかで中あのもう後半抜けしてくるんで。 ね、これと代わりにまた入れ違いで、多分これから岩下食品とか、まだ出てきてないヤオコの昨年とかもやっていたものが出てくるので、あの、まあ、それ、チラシですね。ヤオコウ、まあ、チラシ、基本的に、物流の関係でですね、スーパーですね、あの、生鮮品は火曜日、チラシの入れ替えはだいたい水曜日、土曜日っていうのが、 あの、常になってきますんで、あの、結構ね、あのーに、週末の日曜日に買うと、古いもので、月曜日に買った方が新しいものって思うかもしれないですけれども、新しいもの出てくるのって、あの、月曜日に物流で運んで、新しいもの出てくるのは火曜日なんです。で、それすら物流がちょっとやばいなっていう広告の品とか、そういうもの企画を打って大量に販売したいような、 えー、品物っていうのは、あのー、水曜日だったりするんです。あの、結構あの、CD とかそういうオリコン系とか水曜日に、あの、CD 発売水曜日っていうのが鉄則だったりするじゃないですか。それ物流の関係で、ちょっと間に合わない。だから、あのー、 余裕を持って水曜日みたいな感じで、まあ、1日前の火曜日が転着みたいな感じ水曜日売りで、みたいな感じでやっているっていう大人の事情があったりとかするんでね、スーパーのやつとかも、まあ週末が古いっていうんじゃなくて、まあ一番いまいちなのは月曜日だったりとかもするっていうところとか、いろいろなんかこう、まあ普段あんま行かないのに、しつこくクリスマスケーキ検証を応募するために必要以外に行っている時に、まあこう感じるものっていうのが、 あると思うので、ぜひですね、いろんな、えー、感じで行ってみると面白いかもしれないです。あのレシート作るときに、えー、いつもだったら、えー、閉店カスカスに行くんだけど、ちょっといろんな時間に行ってみたりとかするっていうのもなかなかいいと思います。あの必要でもないものを買いに行くのにはね、いろんな時間帯に行くのはね、なかなかね、面白いですよ。なんか、いつもの買い物はこの時間にいつも行ってるんだけど、 いらないけどこれ参加しなきゃいけないみたいな時はさ、いつ行っても別にいいわけじゃん。そうすると、ちょっと時間帯変えて行ってみると、またスーパーの全然違う顔が見えて面白かったりとかするんですよ。なんか朝一に見切り品を 売っている、朝市に見切る店もあったりとか、まあ、朝市にいいものを、こう、だと、あの、広告の品とかっていうのが、数量限定で売ってるとかっていう、朝市に行くメリットとか、あと、夕方に行って、夕方のタイムセールみたいなやつで、集客して売ってるとかっていうメリットとか、あと、その、ええー、まあ、この閉店の何時間前で売り切るための、こう、時間帯に行くメリットとかですね、あの、もう、閉まるカスカスの時の、あの、もう、 見切った後の見切りでもうやばい、えー、値段も、えー、こんなんでいいんですかみたいな感じで売るメリットとか、と悪天候の時の、えー、在庫処分のと、うん、感覚の、えー、見切るところとかメリットとか、あなんかいろんななんかのこう時間帯に行ったりとかすると面白かったりとかして、同じ店でもその場所によって日にちによって で、同じものが値段がもうまちまちだったりとかするっていうのも、あの、こういろいろ行く、こういろいろいつも行かないような、このクリスマスケーキ検証っていうものがあることで、あんま行かないスーパーとかに顔を出して感じられる唯一のあの、面白い時期だと思います。そうやってなんかいろいろなんかこう、感じながら行くと面白いですよ。単純に費用対効果を考えれば、こうね、 1>, <laughs> 1時間とか2時間かけて行くさ、私の時給いくらよみたいな。時給とかで考えたら、そんな値引きなんか全然、なんか、ありがたくもなんともないかったりするんですけどね。なんかその時間さ、こう、なんか株価なんかで集中して、おこれがとか予想立てて、売買して、つって言って、あれやればその1時間ってさ、何万円も価値があるのに、あのスーパーに向かってる1時間なんて本当になんかあの、 もったねえなとか、その1時間でとか考えてるかもするしね。ねえ、これを当てて、健康状態をよろしくなくして、でもマジにね、年齢がいってる、大人が食うのもリスクだし、 子供に食べさせるのもリスクだったりするんだよ。成長期の子供って食べ物すごい重要なんだよ。子供なんか何食べても味わかんないからと思ってたら大間違いでジ、ジイババアが食べるのもそれは、あの、食べ物を選んでちゃんとしたものを食べなきゃ、あ、そう、あの、なんかもう病院に行かなきゃいけないリスクが高いかもしれないですけれども、成長期の体を作ってる子供っていうのは、やっぱりもう一番なんかあの、食べ物にこだわらなきゃいけないんですよ。 そういう時に、もうジャンクなものばっかりを与え続けると、3代先の自分の子孫がやばいです。自分の次の孫ぐらいまでは、その影響がないから、みんなわかんないかもしれないですけれども、3代先の子孫のことを考えて、我々は、あの、生きていかなければいけないんです。子供に与えるものとかを考えていかないと、子供が、もうあ、ね、やば、やばくなったりとかするんですよ。 な、そういう、やっぱりあの、健康とかのためにですね。まあ、でも、検証やってる人っていうのは、あの、買い物に行って、あの、こう、いろいろスーパーで買って、料理を、食材を使って、料理を作るっていうことをするので、もう本当になんかあの、株主入隊とかで、ジャンクなものをですね、居酒屋みたいなところの、あの、飲食のあれで、なんか、食いまくってるとか、朝からガストとかでね、あの、よろしくないものを食いまくってる、 ような、えー、人たちよりも、全然いいと思います。あの、本当にね、子供とか家族とか、そういうものって、食卓を囲んでご飯を食べるっていうことは、何を食べるにしても、卵かけご飯だけだったにしても、全然なんかね、違うんだよ。うん、食卓。 っていう、食事っていう、こう囲んでみんな食べるっていう。みんなでバラバラで食堂みたいな感じでね、あの、それぞれの時間帯でご飯を食べて、あの、やるっていうのはね、とてもよろしくないんです。心が育たない。その辺がね、結構私はね、あの、うん、感じてるところですね。で心の、あれを、なんかこう、子供に、 大事に、こう、いないと。まあ、でも、そんなことも意識しなくても、すごいなんか、がっつりなんか、あの、そ、ちゃんと育ってる、育て上げている、女王とかさ、あの、名前本名だったと思うかちょっと、言えないんですけれども、方とか、あの、あの、もうんなんか、子供のさ、大学の学園祭来てます、なんて言うと、も幸せだわって、んねへん。ね 大学とかだとちょうど成人されてるわけじゃん。高卒で今、18歳成人制だから、その後で子供と一緒になんか、どっか行ったりとかできる、あれっていうのはすごいな、っていいなとか、なんかもう平和じゃなかったら、親子関係がきちんと構築してなかったら、そのことできないでしょうし、大学で学ばしてあげられるこう余力も、親の経済力も必要だし、そこに、 行こうって思ってくれる子供の気持ちとかもすごい重要だと思うので、うんそれすらなんかもうさ、めんどくせえみたいな感じで飛び出ちゃう子、うん、とかの方が多かったりとかするんでね。親が学費出してさ、大学に行かしてあげる段取りまで取ったのに、もうめんどくせえ。自分で成人制になってくると何でもできるようになってくるから、学校行のめんどくせえみたいな感じで中退とかしちゃって、学歴高卒になっちゃったりとかするとまた、 あのできることのとか視野とかが違ってきちゃうんでね、その辺とかね、なんか、うーん、まあ、家族がいるとなかなか自分だけの人生じゃなくなってくるんで、結構あの大変だったりとかします。あの検証の話をしていのに、なんで余計な話をするんだ。話、それ、それ、それで申し訳ないでございますが、い、まあ、今一度ですね、いろんな検証をきっかけでいろんなことを考えていただけると、えー、幸いでございます。はい あのー、ケンクリスマスケーキ検証として、あと残り、おざむ。おざむの、この、参考成果と、あとバーコード系のやつと、ブログには一通り開催されている私の地区の、自分が応募するべくの検証のことは書いております。他地区のこともちょっと考えられてはおりませんが、あ基本的な考え方は、あのー、同じようなもんだと思います。どこ行っても。ただ、人口が多い分ですね。 あの、検証が多いのが、やっぱり関東が一番多いと思います。もうその次に、やっぱり、えー、関西、東海、え、とか、そんな感じになって。で、じゃあ、東海、人口カバー率がやっぱり、その、面積に対する人口カバー率のスーパーの、あの、密集度合いとか考えると、全然関東で、こう、わーって店舗巡りした方が楽なことは楽なんですよ。あの、 東海とか関西とかになってくると、やっぱり人口カバー率が、店の一つの店舗の人口カバー率がやっぱりちょっと変わってくるので、やっぱり車とかがなかったら、なかなか勝負ができなかったりとかするんで、結構あと、東海なんかは、ものすごい検証とか、タダとかのものに対する執着粘着代がむちゃくちゃ強く、えー、まあ、関西よりも東海の方があの、親族で住んでたりとか、 する率が高い分ですね。結束も強いから、検証の難易度は普通の検証でも難しいんです。あの、関東の方は、あの、こう親族で住んでなかったりとかするんで、あの、こう、核家族化の分ですね、なかなかその、こう、 個別にこうやって、あの、少人数で住んでいる家の方が多いので、検証もこうやって予測を立てて、あの、当てることはなかなかできるんですなかなかできるっていうのは難しいけど、できるんだけど、えー、東海地区とかは、やっぱりもう親族がその地に、結構近場に近々にいるみたいな状況とかが多い絡み状ですね。協力関係とかも体制とかもね、つけやすいので、やっぱね、うん、こう、 まあ、あっち、っちのものでない。私は、東海に縁もゆかりもないでございますから、あそこで勝負するならもう、壊滅的に無理だな、と思っております。あと、その人口カバー率とかで、スーパーはそれなりに、あの、あるんだけど、数はあるんだけど、一個一個の店との距離が、関東とは全然比べ物にならないくらい遠く、あの、まあ、車なかったら外きついみたいな。もう、岐阜なんかね、一人一台車がないと、生活すらできないって言ってたから、 あのー、もう、関東なんか車あったら生活できないって逆でしょなんか、だって駐車場代が高いんだから、ものすごい高いんだよ、関東の駐車場代、車の維持費とかが高いの。ガソリン代は多分全国であんまり変わんないんじゃないかなとは思うんですけど、でもやっぱりなんか、関東はやっぱ土地代が高いんでね、その辺。まあ、東海も高いことは高いんです、駐車場代とかも。 結構高いんだけど、まあ言うてもっていう感じ。言うてもって感じです。関東の方が、ってか、な、でも関東は車がなくても生活できるっていう部分、で、部分で、うーんって感じかな。東海は名古屋でも割とこうやってあのいろんなスーパー巡ったりとかするには車が必要。でも名古屋の中心のギュッとしたところ、 えー、名古屋市とかっていうネーミングがつくさ、あの、精霊して都市の中のなんとか区とかっていうところ、ね、の駐車場はむっちゃくちゃ高いので、そのなんとか市とかって、駅の近くになればなるほど高いんで、ほんと3万円とか駐車場料金、安い方ですよ、3万円なんて。あと時間貸しとかでも、やっぱり車で来て、結構借りようとすると結構高かったりとかするんでね。 まあ、その辺は、まあ、関西とかも同じですあのやっぱり、えー、都市部になればなるほど、えー、駐車場代とかも高くなってきたりとかするんでうーんってうわんって感じです。はい、ということでなんかよくわけのわからない話になりましたがえー、まあちょっと週末ですね、えー、頑張っていきましょうということで、えー、ご視聴ありがとうございました